リトルチャロ東北編は NHK 教育テレビジョンで2012年4月7日より6月30日まで放送された日本のテレビアニメ。2008年から4年間にわたって英語教養番組を兼ねたアニメーションとして制作されたリトルチャロシリーズの3作目にあたり初の日本語でのアニメーションシリーズである。リトルチャロシリーズの作品はアニメのみで1話5分だが 東北編のみ1話10分である。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震からの復興を支援するための NHK 東日本大震災プロジェクト参加番組として本作は東北地方の民話を物語として描いていく。本作ではシリーズでは初めて字幕放送が実施されている。2012年7月4日から9月まで。 三ヶ月トピック英会話英語で楽しむ。リトルチャロ東北編の中で英語版が放送された。なお、本作以降、英語版でのチャロの声は、斉藤アリーナが担当し、トンミオリサは日本語版のみで起用されている。2012年7月7日から同時刻で日本語版の再放送が行われた。飼い主の翔太と共に、春真っ盛りの岩手県、東野へ、 ピクニックに訪れたチャロ。そこで、チャロは、不思議な世界に迷い込んでしまう。そこは、民話と伝承の世界で、妖怪手長足長の復活を阻止するために祈祷をする、創力と天狗の鷹がいた。しかし、誤って、チャロが結界を壊してしまったせいで、手長は復活してしまう。足長まで復活したら世の中は混乱で満たされてしまうことを聞いて、責任を感じたチャロは、 足長を封印するのに手一杯の空と手長によって深手を負った高に代わって手長足長を封印することができるとされる八つ星の札を集めてくると告げる。こうして東北各地に散らばった8枚の八つ星の札を探す茶ャの冒険が始まった。日本語版、英語版の順に並べる。ありがとうございます。